ご機嫌いかがですか？支配人です。私のちょっとした思いつきで始まったラジオのようなもの。支配人の部屋トークイズリプレイヤーズ第6回。本日気ままなおしゃべりの相手を務めてくれるゲストはリフラップのてっぺんクジャク席レイジです。待ってたんだろ俺を。一言も聞き逃すなよ。よろしく。よろしくお願いします。こちらこそ。さすが元池袋ナンバーワンホスト。名乗りの向上もどうに言ってますね。普通に挨拶しているだけですけど。何パターンくらい用意してきたんですか？いや、用意してるとかじゃないんで。かなりの頑張り屋さんだとお見受けしています。頑張り屋さんってやめてもらっていいですか？皆さんの知りたいレイジの秘密もいろいろ聞き出せることと思います。では早速参りましょう。改めまして自己紹介をお願いします。クジャク席レイジです。よろしくお願いします。今スタジオのブースにレイジと2人で入っているんですが、香水のいい匂いがしますね。身だしなみなんで。ちなみに何をつけているんですか？その時の気分です。決めてません。俺がつければそれがレイジのパフュームなんで。62点。点数つけないでもらえますか？それはともかくとして、まずはファーストボーティングの結果について。第2位でオーディション通過を決めました。おめでとうございます。どうもありがとうございます。今の率直な心情を聞かせてもらえますか？勝ち残るのは当然で、てっぺんじゃなかったのが不満っちゃ不満ですけど、一つ楽しみをこの先に取っておいたって感じですかね。今はファンのみんなに感謝を伝えたいですね。ありがとうな。オーディションに勝ち残った一方で事業の金策はかなり苦しいようですが。そうですね、苦しいのは確かですけど問題なく乗り切れるんで。借金は総額6000万です。本当に大丈夫ですか？オーディションどころではないのでは？いや、オーディションでてっぺん取ってマネーの雨を降らせてみせますよ。借金返してもお釣りが来るくらいの。そうなったら伝説じゃないですか。かもしれませんね。趣味伝説作りなんで、見ててください。トップ3のリプレイヤーは100年アイドルを目指してそれぞれソロ楽曲の制作を進めることになります。意気込みはいかがですか？俺全開でぶちかます以外ないでしょう。どんな曲を歌ってもらおうかいろいろ考えているところですが、レイジから要望はありますか？そうですね、今言ったみたいにド派手なぶち上がる感じとか、はたまた思いっきり肉食なラブソングとか検討しましょう。ではここでファンの方の質問にも一つ答えてもらいましょうか。レイジさんは何フェチですか？特にないです。そうですか。意外ですね。こちらから女性の好きな部位を指定するのは失礼だと思っているので、いつだって好きになったこの自信のある部位のフェチになりますね俺は。だそうです。これをお聞きになっている皆様はご自分の自信のあるところを磨くことをお勧めします。というわけでこの辺で締めようかと思うのですが、最後に一言リスナーにメッセージをお願いします。てっぺんにふさわしいのは誰なのか、100年アイドルにふさわしいのは誰なのか、考えなくてもわかるだろ。正解はいつでも俺一択。よろしく。レイジ、今日はどうもありがとう。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。